今日は医療用語に関する単語の勉強をします。Today we are going to learn medical term in Japanese. 症状、症状、めまい、めまい、頭痛、頭痛、偏頭痛、偏頭痛、吐き気、吐き気、高熱、高熱、微熱、微熱、咳、咳、くしゃみ、くしゃみ、鼻水、鼻水、花粉症、花粉症、鼻血、鼻血、風邪、風邪、インフルエンザ、インフルエンザ、腹痛、腹痛、下痢、下痢、食中毒、食中毒、虫歯、虫歯、肩こり、肩こり、腰痛、腰痛、関節痛、関節痛。どうされましたか？どうされましたか？頭が痛いです。頭が痛いです。どうされましたか？熱があります。熱があります。どうされましたか？めまいがします。めまいがします。どうされましたか？寒気がします。寒気がします。どこが痛みますか？どこが痛みますか？頭が痛いです。頭が痛いです。どこが痛みますか？喉が痛いです。喉が痛いです。どこが痛みますか？お腹が痛いです。お腹が痛いです。今日の勉強はここまでです。See you next lesson. Bye bye.